Need for Speed Most Wanted は、クライテリオンゲームズが制作し、エレクトロニックアーツが2012年に販売した、レースゲーム。2005年に発売された同名のゲームと区別するため、最後に2012と付けることが多い。Need for Speed シリーズの一つである。なお、名称こそ2005年発売のゲームとは同じではあるが、制作元が異なるためあくまでも、別の作品である。 Windows、PlayStation3、Xbox360 の他に携帯ゲーム機で、ある PlayStation Vita、そしてモバイル端末など、携帯機器に移植され、翌年には WiiU にも移植された。なお、WiiU 版は、Need for Speed Most Wanted u という名称に変更されている。アメリカの架空の都市である、フェアヘブンシティを舞台に、 警察とのカーチェイスやライバルとのレースを繰り返し、モストウォンテッドとなるのが目的である。ただし、ゲーム内容は2005年に発売されたものを一応、踏襲はしているものの、ゲーム内容はブラックリストを除き、クライテリオンゲームズ流に作られている。例えば、今作ではストーリーのあるものが存在しない。モストウォン n ッ e リストというものがあるが、一定の SP を稼げば、いつでも順番に関係なく、 挑戦ができる。また、シリーズ恒例である自社の外見等は改造することができない。代わりに、モッドという形で性能が変化するにとどまっている。また、車の色は、オフラインにおいては、リペアショップと呼ばれる施設の通過によってランダムに変更されるだけで、自分では変更することができない。オンラインにおいては特定の条件を満たすことで車両の色がアンロックされる。 そのゲームシステムから制作元のクライテリオンゲームズが同じく発売していたバーンアウトパラダイスのニードフォースピード版と比喩されることがある。イベントは車によって異なり、また難易度も変動する。イベントに勝利することでもとう手に入れることができる。全部で61あり、4つに大きく分けられる。追加 DLC パックを購入することで以下のイベントが追加される。 モバイル版以外での登場車種は41で、マルチプレイヤーでは以下の7つのクラスに区別されている。運転するには、ジャックスポットと呼ばれる当該車両が放置された場所を発見する必要がある。また、モストウォンテッドに指定された車はイベントで勝利し、シャットダウンしなければならない。太字はモストウォンテッド。車体は DLC 追加車両。モバイル版では、車は ゲーム内通貨での購入制となり、全41種類で、他のバージョンとは収録車種が若干異なる。また、限定の NFS エディションが存在するものもある。今作には、警察追跡 BGM はない。曲順は順番、またはランダムのどちらか選べる。ありがとうございます。